はい、イノシシ鍋の材料を、紹介します。まず山椒ですね。もやし、椎茸、白菜、人参、水菜ですね、大根、ネギ、えのき、しらたき、あとガムはこう個人的に、あと豆腐、これもつみれも個人的、あと生姜で本命のしし肉です。これを使って料理していきたいと思います。よろしくお願いします。ごぼうを忘れていたので追加ごぼうですね。よろしくお願いします。はい、一応材料が、野菜の材料が一応出来上がりました。はい、生姜ですね。人参ちょっと別にしてます。あと、これですね、胡椒、柚子胡椒ですね。それと、あとは、イノシシの肉を少し今解凍してますね。それとですね、今あとだしを入れて水ですね、今沸かしてた最中です。で、味噌ですね、麦味噌になります。とですね、鶏野菜味噌、これ松屋の、味噌を入れます。それと合わせ味噌で麦味噌も少し入れておきます。ごぼう千切りして、今水に浸しております。はい、ここに少々の塩を入れます。で、少しうるかしておきます。これで少し血抜きができると思いますので、血抜きとあと臭みですねを抜くために少し置いておきます。はい、一応この味噌を、鶏野菜味噌ですか、これをまず入れます。はい、入れました状態で少し立つ。麦味噌を入れておきます。生姜入れます。人参とイノシシ入れます。あとは、で、順番に入れておきます。ネギ入れます。えのき入れて、はい、で、椎茸入れます。で、大根入れます。で、水菜を入れておきます。
で最後は、白菜を入れます。ではこんな感じで詰めていきます。ごぼう入れます。本気なごぼう入れます。はい、ごぼう入れました。はい、はい、柚子胡椒ですね。はい、今回は赤を使っていきます。はい、これだけ入れていきます。これを入れ、これをね、柚子胡椒を入れると結構ピリッと効いた味になってですね、結構あのバランス取れますね。はい、美味しいです。ありがとうございます。はい、あとはですね、つみれですね。つみれを少し入れておきます。ガンも入れます。最後に白だけ入れます。はい、はい、イノシシ鍋の完成です。ちょっと全部煮上がったと思います。臭みない、うん、うまい、うん、臭みはないですね、全く、うん、美味しい。今日はですね、イノシシ鍋の紹介でした。またねー。美味しいですよ、間違いなく。じゃあねー、バイバーイ。